よし、喫茶店行こう。レンさん、今度の休み暇だったりしません？おや？珍しく夜ではなく昼に呼ばれてそんなことを言われた。急ぎの用事はないけど。はーい、そこめっちゃしぶしぶで、先に中身を話してほしいなって空気を露骨に出さない。せっかくの休みを私みたいな可愛い女の子と過ごしたいとかそういうのないんですか？俺はこういう時に暇って言ってとんでもないところに連れて行かれたことがある。ああ、経験則ですか。まあ、そういう何かやらかす感じの話じゃなくてですね。休みの日にまで親と顔を付き合わせてたくないんで、遊びに行きたいんですけど、付き合ってくれません？俺じゃなくても、友達と行けばいいんじゃないか？仲いい子がみんな受験勉強中なんですよ。だけどほら、私はもう進学決まってて。なるほど、浮いてるのか。違います、向こうの邪魔したくないだけです。気を使ってるって言ってくださいね。機嫌そうに抗議してくる七瀬。そうだな、確かに友達の邪魔はしたくないよな。それに周りがそんな調子だからこうして俺に連絡を取ってるのもあるんだろうし。一人でいるというのは引っ越し続きだったところのことを思い出す。それを考えると、こうして誰かを自分から誘う七瀬は昔の俺よりもできたやつだなぁと思う。うん、どうしたんですか？私のことそんなじっと見ちゃって。今日の私いい感じだったりします？いつでもいい感じだよなこいつは。割といつも通りだと思うけど。この人、ほんとこういう張り合いがない。まあ、うすうすわかる。それじゃあ休み付き合ってくれるんでいいんです。いいけど、どっか行く予定があるのか？まだ見てない映画やってたなぁ、なんて思ったけれど。ということは？あ、その辺はちゃんと予定立ててるんで、任せてくれて大丈夫ですよ。女の子の笑顔はいいもののはずなのに。悪いことでないにしろ、何か企んでいるのが分かるようになったのは、よしあしだなぁと思った。そして、七瀬に付き合うことになった休日。俺はこうして、プールに連れてこられていた。ねえさ、お待たせしました。わお、大胆。何これ。下がやべえな。意外とやっぱでかいな。上もちゃんとでかいな。キャラクターで言ったら、まあパイセンがおって、妹ちゃんがおって、3位くらいか。姉よりはでかそうやな。更衣室から出たところにあるスペースで待っていると、着替えの終わった七瀬が機嫌良さそうにやってくる。はあ。どうです？私割と水着とかも似合っちゃうんですけど。すごいね。うん、似合ってる。やっぱ七瀬スタイルもいいな。うんとうなずくと、笑顔のまますごく軽く蹴られた。どうして、どうして。褒めてくれたのは嬉しいんですけど、もうちょっと照れたりとかしないんですか？そこは期待に添えなくて悪いな。似合ってると思ってるのは本当。はぁ、あ、やっぱ周りが女子ばっかのとことかにいると、こういうのも慣れちゃう感じなんですかね。確かに周りに女子がいると慣れるというのはあると思う。でも、私の着替えしてるとこでは結構照れたり慌ててたりしてましたよね。それはね、思春期だからな。あれは状況が別だと思う。はあ、というかさっきも、やっぱりスタイルいいって言ってましたけど、私その時くらいしか体見せてませんよね。スタイルいい。確かに、ちょっと思い出したけど。
と言って七瀬から目をそらすと、なぜか満足そうに歯を見せてニカッと笑う。まあもう見たものは忘れられないですよね。じゃあ行きましょうか。俺の手を握るとそのままプールの方に引っ張っていく。わかった、行くから引っ張るなって。まあまあ、せっかくなんだからこのくらいしてもいいじゃないですか。俺が慌ててなんで機嫌が良くなるのか。その辺はわからないけど、不機嫌よりはいいかと思うことにした。というか、レンさんも思ったより体つきがいいですよね。ペタペタとプールサイドを歩きながら、七瀬が俺の体をまじまじ見てそんなことを言う。あ、いや、筋肉ついてるとかそういうのもないんですけど。あ、いや、足は割としっかりしてる？歩き回ったからか。ここ何年か休みの日は絵を描く道具とかカメラ持って歩き回ってたからな。そのせいだと思う。へえ、ふん。おう、腕とかも思ったよりちゃんと筋肉ついてる。手のひらで遠慮なく俺の腕やら背中を触ってくる七瀬。くすぐったいし、なんだかんだで水着の七瀬がすぐそばに来るとちょっと落ち着かない。すると、その落ち着かないのに気づいたのか、七瀬が悪い顔で笑う。あれあれ、もしかして触られて照れちゃいました？ちょっと、さっきまで私の水着なんて平気ですよって顔してませんでした？触られたら別だろ。というか、最初から言ってる通り似合ってると思ってるから、どうでもいいわけじゃない。ま、興味ないとかどうでもいいわけじゃないならいいんですけど。いいとは思ってないように聞こえるんだけどな。ああ、いや、これはレンさんにじゃなくて、クラスの男子とか、割とアホでバカなこと言ってるのに。レンさんも落ち着いてるし、1年でも年上だと違うんだなって思ったんですよ。つまり褒めてます。僕は年の差じゃなくて、俺が鈍いというか、あまり表に出さないって言われてるからな。まあ理由はどうでも、エロい目でジロジロ見られるよりは全然いいんで。エロい目で見てますけど。気に入ったのか、俺の背中あたりから肩あたりを手のひらでペチペチと触りながら言う。いやほら、私結構胸ある方じゃないですか。確かし、そうだな、ある方だと思う。今誰かと比べませんでした？普通にクラスの女の子と比べても、七瀬は大きい方だなと思っただけだから。有森の女子率言ったろ。意識してそう言ったというか、姉以上妹以下やな。七瀬の相手をしているときに他の誰かの話をするのは多分嫌じゃない、嫌いなんじゃないかというのを感じていた。それが分かっていて誰かの話をすることもない。クラスの女子の胸のサイズと比べて分かるくらいは見てるんですね。それに関しては自慢じゃないけど、最近割と目算で何か分かるようになってて、自分でも驚いてる。これは本当に変な特技が身についたなと思う。語彙がないように言うと、別に女子のスタイルだけじゃなくて、物の大きさ、当たりをつけるのは得意って意味だからな。ま、美術学校行ってるからってことにしといてあげましょうか。で、まあ、私の親友が、ガチの脱ぐとすごい系女子で、ここんとこ、揃ってジロジロ見られてうんざりしてたのもあって。そういうの、同意って大事だよな。それです。というわけで、今日はレンさんには店に来てるんで、ジロジロ見てもいいですからね。わーお。わーお。言いながら腕を組んできて体が固まってしまう。体も固まってしまう。見せるのといきなり腕組んでくるのは違うと思うんだ。
あ、割とこういうのは照れやすいんですね。すごいな。悪い笑い方するな。不安になるし、本当に慣れてないんだからな。そっちの方が照れてると、こっちは思っている恥ずかしくないもんですね。まあまあ、これはこう、先払い分と言いますか。ん？先払い？なんの？嫌な予感がする。今日、一個だけお願い聞いてほしいな。いや、どうしてもダメならしょうがないんですけど。内容によるけど、大抵のことならいいよ。何？いつもみたいに何気ない様子で言ってるけど、断られたくないと思っているのが分かってしまう。こう、スマホで撮るだけでいいんで、彼氏のふりしてくれると助かるなって。うん。俺が七瀬の彼氏のふりをした写真が必要なのか？ああ、はい。いや、なんかこれからずっと続けろとか、そういうのは本当なくて。モデルのバイトとかしてると、軽く声かけられることとか結構あって、そういう時に彼氏いるからって言えるように撮っとこうかなーなんて。俺が相手でいいのかどうかわからないけど、そのくらいならいいよ。え、いいんですか？これで実は彼女さんいて、後で怒られたりとかそういうのないです？彼女はいないし、むしろ七瀬とそんな写真撮ったら羨ましいっていうような友達ならいる。じゃあ、レンさんも必要だったら、彼女いるからって使ってもいいですよ。そもそも見栄を張る相手がいないけどな。そっか。まあ、それにそんな嘘ついたら、レンさんが彼女作らなくなっちゃうかもしれませんしね。俺がいいと言ったからなのか、ニコニコしながらスマホで写真を撮り出すナナ。こういう時、どうやったら恋人っぽく見えますかね。こういうの俺が慣れてると思ってないのに、わざとわざ聞いてくるのはどうかと思う。あまりにわざとらしくて、思わず文句を言ってしまう。いやいや、なんか女子の扱いに慣れてるし、さらっとこなしてくれてもいいんですよ。そうだな、できたらいいな。できないけどな。そして何がそんなに楽しいのか、七瀬はニコニコと笑ったままだ。できないんですか。それじゃしょうがないですね。じゃ、無理に笑わなくてもいいんで、ちゃんとカメラの方を見てくださいね。カメラを持ってない方の手を握って、遠慮なく指と指の間、遠慮なく指と指の間に絡ませて、にぎにぎする七瀬。そのまま、ぴっとり、ぴっとりと体を寄せられて、腕のあたりに、さっきまで話してたように、割と大きい七瀬の胸が押し付けられる。そんなことになって、言われなくても笑えないというか固まってしまう。レンさん緊張してて笑える。おい、中3が高一をおちょくるな。楽しそうにしながら七瀬が遠慮なくシャッターを切っていく。こっちはもうなすがままでいるしかない。笑わなくてもいいとは言ったけど、表情硬すぎじゃないですか。分かっててやってるのに言わせようとするのはどうなんだ。まあまあ、こっちだってそれなりに勢いに任せてるとこもあるんですってば。ほんとほんと。そこは疑ってないけれども。その後もプールで遊びながら、何度かこうして七瀬に恋人っぽい距離の写真を撮られながら過ごしたのだった。はあ。